セントチャールズはアメリカ合衆国ミズーリ州セントチャールズ郡の都市で同軍の軍庁所在地。2010年国勢調査での人口は65,794人でミズーリ州内では9番目に多かった。市はセントルイスの北西ミズーリ川沿いに位置している。ミズーリ州では3番目に歴史の長い市である。 1769年にレプティットコートとしてフランス系カナダ人の毛皮商人ルイ・ブランチェットが設立した。7年戦争の後、この地域は名目上はスペインに支配された。市はしばらくの間アメリカの西部への進出において重要な役割を演じた。初期には主にフランス語を話すカナダ人の開拓者が住み着いた。1804年。 ルイジアナバイ州で西に広がったアメリカの領土をルイス・クラーク探検隊が探検するまで文明化した最も新しい滞在地だと考えられていた。市は1821年から1826年までミズーリ州の最初の州都となった。市にはアメリカ国立気象局のセントルイス予報事務所があり、ミズーリ州中部、中東部、北東部、さらに イリノイ州南西部を管轄している。ネイティブアメリカンは少なくとも7000年以上、この地域を住みかとしていた。ヨーロッパ人がやってきた時、イリノイ族、王政時族、ミズイリ族が住んでいた。ルイブランチェットは、アッパールイジアナが、スペインの支配下にあった1769年に、入植した。彼は、地域のリーダーに任命され、1793年に、 死ぬまで、それを務めた。開拓地は、スペインの司法圏の下にあったが、入植者は主に、ネイティブアメリカンや北方から移動してきた、フランス系カナダ人であった。セントチャールズの始まりを考えると、ミズーリ川沿いの定地を通っていたブーンズ、リックトレイルが、ミズーリ州、中部西部への入植に際し主要な陸路となった。この地域は、ブーンズリック、または、 ブーンズリックカントリーとして知られるようになった。ミズーリー州フランクリーンがこの道の終点だった。西部への開拓はサンタフェトレール上で続けられた。町の最初の教会は1791年に建設されたカトリック教会でサンカルロス・ボルロドメオを祀っていた。町の名はサンカルロス・デル・ミズーリ、英語でセント・チャールズ・オブ・ザ・ミズーリとして知られるようになった。教会が 元あった場所は分かっていないが、レプリカがメインストリートからすぐの場所に復元されている。三代目のセントチャールズ・ボロメオ教会は現在5番ストリートに位置している。スペイン人の副総督はダニエル・ブームをフェム・オーセージ地域の司令官に任命した。彼はルイジアナバイ州によってアメリカの支配下に置かれた1804年までその任を果たした。町の名前サン・カルロスは 英語化されセントチャールズとなった。ウィリアム・クラークは1804年5月16日にセントチャールズに到着した。彼を含めた40人の隊員と3隻のボートからなる探検隊は最後の準備をしメルウェザー・ルイスのセントルイスからの到着を待った。彼らはその間、踊りやバン教会の礼拝に参加した。町の住民は国を挙げた。 探検隊の一部となることに心躍り、探検隊を熱くもてなした。ルイスはセントチャールズロックロードを通って5月20日に到着した。探検隊は翌日の午後3時30分にキールボートで出発した。セントチャールズは探検隊が訪れた最後のアメリカの町であり、次に戻ってくるのは2年以上後のことだった。ミズーリ順州が1821年2週に、 昇格したとき、州議会は、州の中心部にあり水川に臨む場所に、ジェファーソンシティを建設して、州都とすることを決定した。当時はまだ議会議事堂が建設されていなかったため、一時的な州都が必要になった。セントチャールズは、他の8つの都市との競争に勝ち一時的な州都となり、議会を開催する場所として、金物屋の上の木座橋を提供した。この建物は、 ファーストミズーリー・ステート・キャピタル州立史跡として保存されている。1826年にジェファーソンシティに移るまでセント・チャールズで議会が開かれていた。ゴットフリート・ドゥーデンは1824年にこの地域を訪れたドイツ人である。ダニエル・ブーンの案内の下で旅をした彼はセント・チャールズ軍での生活について豊富な記録を残した。彼はドイツに戻ってから 1829年にこれを出版した。彼はこの地域に良い印象を与えたことから、1833年には多くのドイツ人が移民してきた。最初にセントチャールズ周辺にやってきて定住したドイツ人はおそらくルイス・エバーズマンである。彼はドゥーデンと一緒にやってきたが、ドイツに戻らず泊まることを決めていた。セントチャールズは1956年に 週間高速道路の建設を求めるプロジェクトを最も早く始動させた。週間高速道路70号線の西行きのファーストキャピトルドライブ出口の右側には標識とともにこの主張に関する情報が表されている。カンザス州とペンシルベニア州も最初の週間高速道路プロジェクトに関する権利を主張している。セントチャールズは 北緯38度47分19秒整形90度30分42秒、北緯38.788698度整形90.511764度、38.788698-90.511764に位置している。アメリカ合衆国国政調査局によると、 地域全面積は24.03平方マイルで、そのうち陸地は23.65平方マイル、水域は0.38平方マイルである。セントチャールズはミズーリー州憲法の下で自治憲章を採択している。市議会は統治機構として10の選挙区からそれぞれ1人ずつ選出された議員で構成されている。議員の任期は3年である。 市長は条例によって組織された理事会、委員会のメンバーを任命する。現在の市長は2011年4月19日に就任したサリーフェイスである。セントチャールズ市教育学区には小学校が5校、中学校が2校、高校が2校ある。セントチャールズ高校は市で初めて建てられた高校である。セントチャールズ西高校は 市の人口の増加に伴い、1970年代、後半に建設された。セントチャールズ高校は1995年に、建物の外装、内装の改修が行われた。セントチャールズ西高校は2005年に、図書館が新装され、ジムも建設された。市には、第5学年、第6学年が、対象のジェファーソン・インターミディエート、第7学年、 第8学年が対象のハーディンミドルスクールもある。他には、フランシス・ハウェル教育学区、オーチャード・ファーム教育学区が、市の一部を管轄している。市の南端部に住んでいる生徒の多くは、ヘンダーソン、ベッキー・デイビット、ハーベストリッチの各小学校、バーンウェル中学校、フランシス・ハウェルノース高校に通っている。市の北部は、オーチャード・ファーム学区に属しているが、 学区の区域は主に市外に広がっている。フランシス・ハウェル教育学区には小学校が2校、中学校、高校が1校ずつある。リンデンウッド大学はダウンタウンやセント・チャールズ高校近くのキングス・ハイウェイにある。ジョージ・シブレイと彼の妻メアリーにより、1827年にリンデンウッド上司学校として設立された。ミシシッピ側の西側では2番目に。 歴史の長い高等教育機関である。この大学は、長老派協会に所属している、私立大学となっている。中西部で最も急成長している大学の一つであり、約1万5000人の学生を抱えている。2006年にはペタが並外れた、授業料に反対して、小規模な講義を開催したことで、一時的に知名度が上がった。 市の包括的年間財務報告書2009年版によれば市内の大きな雇用者トップ10は以下の通りである。黒とバイオテクノロジーのトップ企業であるファルマメディカ社は2013年にアメリカで初の拠点をセントチャールズに開設し2014年2月から臨床試験を行っている。セントチャールズの近くには 362キロメートルの線路を歩行者や自転車のための道に作り替えられたケイティトレイル州立公園の東の終点がある。セントチャールズ周辺では1970年代後半から住宅の建設が顕著で商業の発展や人口の増加も続いている。この地域では80年代にゴールデントライアングルという言葉が作られた。この言葉は セントチャールズ郡の週刊高速道路70号線、週刊高速道路64号線、ミズーリ修道94号線に囲まれた地域を指す。市のメインストリートには歴史ある商店街があり、数多くの修復された建物がの木を連ねる中にはレストランや様々な専門店が入っている。市にはルイス・クラーク探検隊に関連した多くのイベントや呼び物もあり、 2007年には男子のプロロードレースであるツアー・オブ・ミズーリのステージ5のゴール地点となった。2015年からディッシング・アップ・アメリカによる食べ歩きツアーがメインストリートで行われている。このツアーでは地元の有名なレストランのひと品を楽しむことができる。セント・チャールズ・コンベンションセンターは市に多くの観光客をもたらしている。 1>, 1万1000人を収容できるファミリーアリーナは1999年にミズーリ川沿いに建設され、マイナーリーグスポーツの本拠地として使われているほか、イベントも開催される。リバーフロントとメインストリート地域はセントチャールズ歴史地区の中にあり、人々が集まる街の中心部にあたる。この地域は主に住宅地と商業地として機能している。それぞれの地域にはショップ、 レストラン、オフィスがあり、地元の人も観光客も出入りする。この地域の大半と北のケーティトレイルまでは整備、開発のために住宅地と商業地の開発、駐車場や家事のホテルの拡充が計画されている。市には複数のマイナーリーグスポーツのチームが拠点を置いている。ユナイテッドホッケーリーグのチーム。 ミズーリリバー・オッターズは1999年から2006年まで活動していた。リバー・オッターズは市内のファミリーアリーナを本拠地としていた。インドアサッカーのプロチーム、セントルイス・スチーマーズは2000年から2001年と2003年から2004年にかけてファミリーアリーナで活動していた。リバー・シュティレージは室内アメリカンフットボールのチームで、 2001年から2005年と2007年から2009年まで活動していた。2010年からは休止している。2014年からは新たにメジャーアリーナサッカーリーグに所属するセントルイスアンブッシュがファミリーアリーナを本拠地としている。クリスマストラディションズフェスティバルは全米で最大級のクリスマスフェスティバルで市内で毎年開催している。サンクスギビングデーの翌日から クリスマスの直後の土曜日までが祭りの期間である。クリスマスの仮装をした集団が通りを練り歩き、見物客と交流をする。祭りの期間中の土日には、レジェンズ・オブ・クリスマスと、ルイスクラークコテキ隊がサンタ・パレードに参加する。7月には、リバーフェストが開催され、独立記念日と、その前後のどちらかの計2日間には、多くの花火が打ち上げられる。 多くの人がブランケットを持って川岸の近くに座る。旧裁判所から祭りを眺める人もいる。祭りは市が主催し住民によりボランティアが組織されている。フェスティバル・オブ・ザ・リトル・ヒルズは毎年8月第3週の週末に開催される歴史の長いフェスティバルである。1971年に始まったこのフェスティバルは全米で10市に入るクラフトフェアとして知られている。 ライブエンターテイメント、工芸品の販売、子供向けのショーなどが行われる。ルイスクラーク体験隊とも関連があり、多くの参加者が当時の衣装を着て歴史的なイベントを再現する。市は各個人が手作りの工芸品、ジュエリー、絵画、衣服などを持ち込んで販売することも促している。川の近くで開催されるオクトーバーフェストは市の歴史に影響を与えた。 ドイツ人を記念している。ビールなどのドイツの商品が売られ、パレードも行われる。フェット・デ・グラースは、氷の彫刻を実演できそう大会で、1月中旬に、ノースメインストリートで開催される。ミズーリガワ・アイリッシュ・フェスティバルは、毎年9月にフロンティア・パークとメインストリートで開催され、音楽、踊り、読み聞かせ、運動競技、食べ物などで、アイスランドの伝統を祝う。 メインストリートでは数百のキルトが店頭やバルコニーに展示される。連邦道路管理局によれば、セントチャールズは、週刊高速道路プロジェクトが始まった最初の場所である。主要なハイウェイは、週刊高速道路70号線、週刊高速道路64号線、ミズーリ修道370号線、ミズーリ修道94号線。 ミズーリ州道364号線である。公共交通機関としてはセントチャールズエリアトランジットがセントチャールズ郡内で運行している。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。